もうすぐ佐藤さんの結婚式ですね。そうですね。一緒に何かプレゼントをあげませんかいいですね。何をあげますか服はどうですか服ですかうーん。佐藤さんの好きな服がわかりませんから。そうですか。あ、ちょっと待ってください。ダニエルさんに電話しますね。 はい。あ、もしもし、ダニエルさん、パクです。今いいですかはい、何ですか今度、友達が結婚しますから、友達にプレゼントをあげたいです。ダニエルさんは、結婚式に何をもらいましたかえ、結婚式ですかそうですね、コップやお皿などをもらいました。毎日使いますから、良かったですよ。 ああ、コップやお皿ですかわかりました、ありがとうございますメアリーさん、コップやお皿などはどうですかいいですねニコニコショッピングビルの2階にいい店がありますよそうですか、じゃあそこへ買いに行きましょう もうすぐ佐藤さんの結婚式ですねそうですね一緒に何かプレゼントをあげませんか いいですね。何をあげますか。服はどうですか。服ですか。うーん。佐藤さんの好きな服がわかりませんから。 そうですか。あ、ちょっと待ってください。ダニエルさんに電話しますね。あ、もしもし、ダニエルさん、パクです。今いいですか はい、何ですか今度友達が結婚しますから友達にプレゼントをあげたいですダニエルさんは 結婚式に何をもらいましたかえ結婚式ですかそうですね。コップやお皿などをもらいました。 毎日使いますから良かったですよあコップやお皿ですか。 わかりました。ありがとうございます。メアリーさん、コップやお皿などはどうですか いいですねニコニコショッピングビルの2階にいい店がありますよじゃあそこへ買いに行きましょう 山口さんは兄弟がいますかはい兄が一人と弟が一人いますそうですか兄は銀行で働いています弟は中国の大学で勉強していますそうですかお兄さんと一緒に住んでいますかいいえ兄は横浜に住んでいますへー この人は誰ですかジョンさんです。私の友達です。背が高くてかっこいいですね。ええ。ジョンさんは高校で英語を教えています。どんな人ですか親切で面白い人です。テニスがとても上手です。そうですか。ダニエルさん。 ペットがいますかはい、います。犬が一匹います。へえ、名前は何ですかマックです。マックは茶色くて足が短くて体が長い犬です。ここに写真があります。あ、かわいいですね。 山口さんは兄弟がいますか。はい、兄が一人と弟が一人います。そうですか。 兄は銀行で働いています。弟は中国の大学で勉強しています。そうですか。お兄さんと一緒に住んでいますか。い,いえ。 兄は横浜に住んでいますへえ<ー>この人は誰ですか ジョンさんです。私の友達です。背が高くてかっこいいですね。ええ、ジョンさんは高校で英語を教えています。

ダニエルさん、ペットがいますかはい、います。犬が一匹います。へえ、名前は何ですか マックですマックは茶色くて足が短くて体が長い犬ですここに写真があります 可愛い,いですね。パクさんの趣味は何ですか私の趣味は映画を見ることです。特にアクション映画が好きです。へえ<ー>。映画館は高いですから、いつも DVD を借ります。1週間に2、3回見ます。そうですか。一番好きな映画は何ですか キングマンです。本田先生もよく映画を見ますかいいえ、私はあまり見ません。でも、1年に1回くらい映画館へ行きます。メアリーさんは日本で何をしたいですかそうですね。私は日本料理を習いたいです。日本料理ですか。あ、ここに料理教室があります。土曜日の4時から。 私はここへ行きたいですあ、そこよりここの料理教室の方がいいですよえほら、ここの先生は英語で教えることもできますよあ、本当だじゃあここへ行きますマルコさん、週末何をしましたか星の美術館へ行きましたあ 私も今度の週末、星野美術館へ行きたいです。どうやって行きますか桜駅で電車に乗って柳駅で降ります。桜駅から柳駅まで40分ぐらいです。それから柳駅でバスに乗って、星野美術館前で降ります。そうですか。わかりました。どうもありがとうございます。 パクさんの趣味は何ですか私の趣味は映画を見ることです。特にアクション映画が好きです。へえ。 映画館は高いですから、いつも D. V. D. を借ります。一週間に二三回見ます。そうですか。一番好きな映画は何ですか。キングマンです。本田先生も。 よく映画を見ますかい,いえ私はあまり見ません。でも1年に1回くらい映画館へ行きます。メアリーさんは 日本で何をしたいですかそうですね。私は日本料理を習いたいです。日本料理ですかあ。 ここに料理教室があります。土曜日の四時から。私はここへ行きたいです。あ、そこよりここの料理教室の方がいいですよ。え ほら、ここの先生は英語で教えることもできますよあ本当だじゃあここへ行きますマルコさん週末 何をしましたか星野美術館へ行きました。あ、私も今度の週末、星野美術館へ行きたいです。どうやって行きますか 桜駅から柳駅まで40分ぐらいですそれから柳駅でバスに乗って星野美術館前で降ります。 そうですか。わかりました。どうもありがとうございます。